らと試合した時にもう全然レベルが違うわけよ、うん、ね、うん、こんなやつら絶対負けたくないって思いでやってたから。なるほど、ね、当時ほら日本を代表する選手たちと一緒にやってたから、うん、やっぱ日本代表で活躍するにはこういう風にならないといけないのかっていうのを学んでたから、少しずつこう限界に挑戦していくと、うん、なんか新たなこう景色って見えてくるね、うん、毎日毎日、うん、今回なんですが、現松本山鹿のエグゼクティブアドバイザーをやってる、ま、田中ハイマさんに来ていただきました。お願いします。お願いします。お願いします。現役お疲れさまでした。はい、遅っ。俺よりは遅いよね。遅いね、引退はね、うん、そうだね。あの、ハユとはもう横浜 F マリノス時代からかなり濃い時間を過ごさせてもらってまあまあね、講師ともにそうだね、はい、あの苦楽を共にしたっていう仲間なんですけど、はい、で、今回はあのそのハユの育成年代のところからプロまでのストーリーっていうのをちょっとたどらせてもらって、かなり面白い。この人はね、めちゃくちゃの反骨心とか負けず嫌いとか、もうね、モロッコをパーソナルで持ってる選手。一緒でしょ。いやいや、一緒だ、一緒だ、一緒なんだけど、誰よりも走るし、だからなんかこう、あの実際僕が今回ね、オファーさせてもらって、やっぱ共通してやっぱ負けず嫌いとか長くやってる選手はこの共通するとこがあるので、うん、やっぱそのルーツをちょっとね、たどりながらお聞きしていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。まず、サッカーを始めるきっかけなんですけど、うん、こう見たら、お父さんが桑田真澄ファンで、そう、で、それが小学校1、2年生で、足腰を鍛えるためにサッカーした。そうそう、もともとあのお父さんが、僕を野球選手に、うん、させたいっていうことがあって、うん、で、まずは足腰を鍛えさせるために幼少期、まあ、小学校1年生からはサッカーをやらせて、うん、で、僕自身もあのまあ、サッカーをやれとは言われたことはないんだけど、うん、サッカーを自分でやりたいと思って、うん、サッカーをやって、うん、で、小学校4年生から、まあ、プロ野球選手を目指して、うん、野球をやり始めました。で、そのなんか6年生に肩を痛め、そう、小学校6年生の頃まで野球やってたんだけど、うん、肩を壊してしまって、もうボールをこう投げれる状況じゃなくなってしまって、うん、まあ、多分手術をしないといけないような状況になって、うん、で、まあ、子供ながらね、手術は避けようということで、うん、野球断念して、うん、まあ、やっぱ今でもね、鮮明に覚えてるけど、やっぱり今までの、ね、目標だった、夢だった、うん、プロ野球選手にこうなれないっていう現実をこうどう受け入れるかっていうのもね、うん、なかなか時間かかったんだけど、6年生の夏ぐらいかな、そこから今度、本当、新たにまたサッカーをやり始めて、うん、もしかしたらプロ野球選手っていうのはあったかもしれない。どうだろうね、野球やったら ね、そう、野球やったらどうだったかなっていうのは自分でも ね、ちょっと興味はある。しかもエースピッチャーだったんでしょ。そう、もしかしたら、もしかしたらっていうね。ね、うん、で、ここで、まあ、そこからサッカーに、うん、変更するんですけど、で、中学時代、長野の少年サッカーで FC 松本ベガでプレー、うん、まあ、長野県でも、まあ、強豪というか。そうだね、今はもうね、なくなってしまったんだけど、うん、当時は全国大会も、ね、毎年出てるようなチームでしたし、まあ、そこで全国大会に出て、うん、マリノス の、ね、ジュニアユースと試合したり、うん、小学校の時はプライマリーと試合したりをしてましたね。で、その時は1年生からはもちろん試合に出てる。1年生中1からですよ。出てたの、うん、中1から、うん、えー、でもね、6年生の夏に入って、うん、で、夏の全国大会も出たの。え、小6に夏やったでしょ、入ったでしょ、うんうん、で、そこで松本ベガとして全日本少年サッカー大会に出て、うん、で、全国大会でベスト16ぐらいまで、ベスト16行って、で、中3の時も、うん、多分県勢初だった、長野県勢初、うん、小学校6年生も中3も、うん、一応ベスト16っていうところまで行ったんだけど、うん、行ったんだ、うん、え、じゃあ、まあ、そのサッカーセンスは あった方なの。いや、どうだろうね、センスって何をもってセンスかちょっとわからないけど、でもやっぱ、うん、負けず嫌いだったし、うん、サッカーをすぐやりだしても、うん、やっぱ人に負けたくないって思いでやってたから、うん、え、運動能力的にはどうだったの当時。あのね、子供の頃からね、まあ、お父さんの影響で、うん、長野県で育ったから、うん、例えばスキーとか、うん、スノボーとかさ、うん、スケートとか、あ、いろいろやった。そう、いろんなスポーツをこう、うん、習わせてもらってて、うん、だから本当
何でもスポーツするのは好きだったし、何でもスポーツするのもやっぱ人に負けたくないのがあったから、うん、スキーするにも一番が良かったし、うん、スケートやるにも習ってる子たちに負けたくないっていうのがあったから、うん、いっぱい練習して、うん、え、それは親の影響なの？まあ、ケツ嫌いは誰の影響か分かんないけど、うん、でも俺兄貴がいたから、あ、3つ上に兄貴がいて、そう、兄貴の背中をずっとこうね、うん、追いかけて、ね、兄貴の友達なんかと一緒にこう遊ぶような、ね、日常を送ってたから、うん、それも影響してるかも。なるほどね、うん、で、最終的に中3の時はその16ってこと、ベスト16、そう、ベスト16行って、全国行ってクラブユース出て、で、その後横浜フリューゲルスユースに加入するんだけど、これはセレクションなの、それともスカウトなの？ね、もうね、中学2年生の頃から実は数チームからオファーをもらってて、うん、そうなんだよ、ベルディとかさ、うん、まあ、フリューゲルスもさ、あとは高校のサッカー部のチームからもいくつかオファーもらってたんだけど、うん、まあ、これ自身は早く J リーグの試合に出たいって思いがあって、当時はさ、ほら今みたいに高校のサッカー部に入っちゃうと、うん、強化指定制度がなくて、ないないね、うん、J リーグの試合に出れなかったでしょ、うん、だから、まあ、何を勘違いしてたか分かんないけどもうとにかく J リーグの試合に出たいと、そう、J ユース入ればさ、うん、J クラブ入れば、うん、うまければ、うん、中3だろうが、うん、ね、高1だろうが試合に出れる状態があったから、うん、まあ、特に当時はほらガンバの稲さんとかさ、うんうん、そうだね、あとジェフのサトシさんとかね、阿部、うん、ちゃんとかね、うん、そういった人たちを見てたから、うん、なんか俺も早く試合に出たいなって思いがあって、うん、J リーグの下部組織の中から、うん、まあ、フリューゲルスを選んで、うん、本当は俺はヴェルディに行きたかったんだけど、うん、まあ、ヴェルディからオファーが来て、でも当時ヴェルディ寮がなくて、うん、で一人暮らししないといけないっていう環境で、うん、まあ、うちの親が、まあ、それは止めるわね、そう、俺は行きたかったんで、それでも、それでも来た、そう、行きたかった、やっぱりね、やっぱり松本にいてさ、うん、テレビの中はさ、やっぱヴェルディの試合ばっかりだったし、うん、で、当時のカズさんとかさ、うん、ラモスさんとかっていう姿を見てたから、うん、あんなところに行きたいなって思いがあったけど、うん、もう親が寮がないからダメだっていう判断して、で、まあ、フリューゲルスは、うん、あのトップの寮にこう入れさせてもらえるような環境で、うん、で、フリューゲルスをこう選択した、選択した、うん、で選択したんだけど、どう、まあ、え、そのすぐなの、そう、1年、1年で解散、そう、消滅しちゃった、フリューゲルスね、そう、で、それで、でも言っても高1でしょ、その時は、そう、でも俺、高1の時にあれだよ、同じ回に、例えば、ヤットさんとかさ、うん、そう、あの、大島秀夫さんとか、あ、いたんだ、そうそう、同じ回で、ね、うん、一緒に住んでたから、え、ちなみに、その試合は出てたの、1年生から、ユースの試合は出てたよ、トップの。うん、あ、トップって言われた、あの高一の、そう、もう入ってすぐ試合に使ってました、そう、うん、トップチームのっていうか、トップだ、ユースのトップ、そうで、ユースのマジ、うん、あ、そうなのね、そう、なんか俺がちょっと聞きたかったのが、うん、まあ、その、まあ、解散してこの後マリノスに行くんだけど、うん、消滅してね、消滅して、で、それもまあ言ったら引き抜きみたいな感じで、そうだね、マリノスからも、まあ、あの引き抜きってわけじゃないけど、引き抜きってか、うん、でもさ、まあ何かあったと思う、他の、他からのオファー、いや、もう分かんないけど、うん、もう多分ないんじゃないの、ユースって、うん、試合も出てたし、まあ、そうだね、確かに、だから、うん、他のチームなんて全然考えてもなかったし、うん、もうマリノスのトップチームで、うん、5-3、これから活躍するんだって思うしかなかった、うん、まあ同期でその坂田大輔だったり、うんうん、1個下に雄三とか、雄三とか鉄ね、鉄、うん、で、この世代すごいの、うん、プロ F マリノスに上がるんだけど、うん、9人とこ多分フィールド、うん、9人トップに上がって、多分あんま前例がないよね、そんなことすごい、まあ、合併もした影響もあるかもしれないけど、その9人上がるんだけど、で、J ユースでも最終的にはクラブユースは優勝して、優勝した、うんうん、ちなみにクラブユース優勝して、まあ、そのユースの中でも、うん、まあ、トップを走ってたと思うんだけど、うん、2種登録したのは、これ、高3の時、高3、高2かな、高2か高3、高2の時もしてたのかな。うん、で登録してもらって、トップ出たの、トップ出たのは高三、高三、うん、最初どんな気持ちで出た、その、いやでもね、うん、もちろん子供の頃はプロサッカー選手になりたいって言ってサッカー始めたでしょ、うん、でもフリューゲルスユースに入って、うん、まあ、マリノスユースに入ってもいつしか、なんか目標がプロになることじゃなくて、うん、プロで活躍すること、うん、何がきっかけか分かんないけど、うん、そういう風に多分あのユースの時の指導者も含めて育てられたと思うんだよね、接し方もそう、うん、もうお前はプロになることが目標じゃないと、うん、その直接は言われてないんだけど、うん、でもプロで活躍することが
目標だから、うん、まあ、日本代表だったりワールドカップ出ることが目標だから、うん、っていうような接し方を多分ユースの頃から指導者にしてもらって、うん、だからこうプロ契約した時とか、ね、高校生の時プロの試合出た時も、うん、なんかまだまだこれからだなっていう思いしかなかったから、うん、ほら当時はだってさ、まあ、松さんとか、うん、俊さんとかさ、うん、ね、そういった、そうそうだよ、日本代表、そう、本当にあの吉原さんとかね、うん、吉勝さんもそうだし、庄司君もいたし、うん、彼らと一緒にやってると、うん、やっぱりただ試合に出るだけじゃなくて、うん、当時ほら日本を代表する選手たちと一緒にやってたから、うん、やっぱ日本代表で活躍するにはこういう風にならないといけないのかっていうのを学んでたから、うん、頑張り試合に出ても、うん、本当まだまだもっと上目指さなきゃいけないなっていう思いで、うん、まあそうだったと思うけどね、マリナーズに。いや俺多分そのマインドだったら遅いんだ俺は。あ、そう、うん、だってプロで活躍するっていうのは大学卒、そっかそっか、大学だから俺は、まあ、だからそこがやっぱ、まあ、そもそものやっぱそのプロであのね若い世代から、うん、まあ、活躍するって俺プロになるってまずそこだったから。そうだよね、うん、でもそれは多分俺当時の指導者環境だったよね。そう、環境とか、うん、まあ、特にあの亮さん、足立亮さんっていう、うん、ね、素晴らしい、一緒にやらせてもらったけど、ね、指導者にやっぱ厳しく、ね、うん、育てられたっていうのは俺にとってすごく大きかったかな、うん、そういう環境もそうだし指導者に恵まれたかな、うん、なんかここまで聞くと本当に、まあ、エリート街道っていう見方があるんだけど、うん、でも大体ね俺の、まあ、全員じゃないんだけどそういうこうルート辿ってる人ってこんな負けず嫌いな形にならないというか何かこうなんかその環境なの、やっぱその指導者なの、そのでも壁にぶつかってる余裕もなかったかも、そんなこと考える。だってもうマリノス入ってさ、うん、まあ、でもさ、でもやっぱクラブユースとかも優勝したりとか、うん、あ、優勝し山が、うん、松本でも、うん、そのジュニアのその県で強いチーム行って全国行ったりって なるとさ、うん、どうしてもさ全然、うん、だってそうじゃないんだ。なんでかって多分小学校とか中学校の時に全国大会出た時にさ、うん、マリノスとやったりだとか、うん、上手いやつだと、まあ、あとはユースの代表とか入ったから、うん、あのトレセンとか行った時に、うん、やっぱ日本の選抜の上手いやつだと試合するでしょ、うん、彼らと試合した時にもう全然レベルが違うわけよ、うん、ね、うん、まあ、小学校6年生の時まずそれを感じた、うん、ナショナルトライセンとか全国大会で、うん、もう本当大人と子供ぐらいの扱いされて、うん、もう悔しくて、うん、こんなやつに絶対負けたくないって思いでやってたから、うん、それが中学3年生の全国大会出ても、うん、まあ、多少縮まったっていうのはあったんだけどまだまだ差があるなと思ったからもうすぐにでもレベルの高い環境に身を置きたいと思ってそういう環境に行ったのも、本当はね小学校から中学上がるタイミングで J カブ行きたかったの、うん、でも家族で引っ越さないといけないっていう条件で、なるほど、ね、だからうちの親が3年間は長野県で頑張りなさいと、うん、その約束をして、うん、そう行ったから。すげえ、いやいや、すごくないでしょ。いや、そう思えるっていうのはすごいなと思って。まあでも結局親とかじゃなくて自分でそう思わないけどね、最終的にはなんか。でもうちの親もさ、なんだろう、なんだろう、ああしなさいとか、うん、こうしなさいっていうのは一言も言わなかったんだよね、うん、なんかそういうふうに俺が考えるようにこう促してくれたというか、うん、サポートしてくれたのも大きかったかな、うん、こっから、まあ、プロに、まあ、西登録したから、うん、高3の時に、まあ、出場するんだけど、うん、緊張とかなかったの？いや多少っていうか、まあ、緊張はあるよ、うん、とかあとそのトップにいい緊張感だった。あ、そうなんだ、うん、でトップに上がった時にさ、しかもあの当時のマリノスの F マリノスの選手たちって、うん、まあ、個性の塊っていうか個の塊の人たちよね。塊っていうか個の集団があったよね。そうで当時なんて多分今の J リーグのチームはあんまりないけど、ないない、こう強くあんまりないっていうか、もうぶつかり合うのが当たり前っていう、うんうん、で当時のマリノス練習若い子たち行ったら、うん、もうめっちゃボロクソ言われるし、ね、俺も一回練習参加大学の時行ったらもうすごい異様な雰囲気というか、あの中でさみんなこう言い合ってさあれが普通じゃんスタンダードでしょ。そうそう、そこに行った田中選手は最初どうだったの？でもフリーゲルスの時もトップの練習何回か行ってたんで、うんうん、でもほら全く雰囲気が違ったからマリノスはね、うん、でもこれが、まあ、当時は日本の代表のメンバーの、うん、中心選手の人たちがマリノスにいたから、あ、うん、これが当たり前のプロの世界なのかなっていう感じでいたから、うん、あんまりなんか違和感はなかったけどね、うん、ここでやっぱり生きていかないと、うん、ここで成功を勝ち取らないとプロでは生きていけないなっていうのはすぐ感じて、うん、感じたけど、うん、
当時俺ボランチとか真ん中やってたからさ、うん、であの皆さんね知らないかもしれないですけど当時今でこそっていうか、まあ、サイドバックのガンガンこうね走る選手っていうイメージだけど、当時はそのユースの時も中盤ボランチをやってたっていう、うんうん、だからボランチで勝負しようと思って、うん、まあ、プロに入って、うん、まあ、最初の高校生の時のデビュー戦もボランチだったんだけど、うん、でも当時はマリノスでは、まあ、上野義晴さんとか、うん、ね、遠藤亜希さんとか、うん、まあ、その後に入ってくる奥大輔さんとか、うん、ね、中盤は俊、まあ、さんもいて、うん、ね、彼らと同じポジションで、うん、こう生きていくのは、うん、厳しいなって感じたの、うん、でもうこれはもう無理だなって正直、うんうん、もう無理だなと思って吉原さんとか見たらそれを感じたのはユースの時、もうほらユースの時練習したりとか、とか その時に感じた、そユースだから無理とかじゃなくて、うん、これはちょっとっていうのがあって、うん、じゃあ彼らにないものをやっぱり自分の持ち味としてより身につけて、うん、彼らに何でこう勝てるのかなっていうのを考えた時に、気持ちの面だったり、うん、まあよく言われるんですけど運動量とか、うん、ね、走力、そういったところで彼らと差をつけない限りは、うん、彼らと同じピッチの上で、うん、こう共存するためには、うん、自分も何かでこうプラスを出さないといけないと思って、うん、そこでやっぱ自分のなんか持ち味が何なのかっていうのをより出していかないといけないなっていうのはその時気づいたな、うん、走力っていうのは、うん、何か特別なことをしてこう走れるようになったのか、強くなるトレーニングをこう常にやってたのか、うん、ここで言うと、うん、でもそれもね、いろんなところでいろいろ聞かれるんだけど、うん、でもいろんな要素がやっぱりこうつながってると思うんだけど、うん、あの、まあ、子供の頃からさっき言ったように負けず嫌いっていうところもあったから、うん、まあ、町のマラソン大会とか出場しても、はいはい、やっぱり一番が良かったし、うん、絶対負けたくない、でも、うん、ただ負けたくないだけじゃなくて、うん、勝つためにはどうしなきゃいけないのかなって考えると、やっぱ練習しないと勝てないから、うん、走るトレーニングをしたりだとか、うん、ただ負けず嫌いで何もしないでこう何かに挑戦するんじゃなくて、うん、勝つために何をしなければいけないのかなっていうのは、なんか子供の頃から考えて行動してたかな。それはプロに入ってるでしょ。だからその時、多分マリノスの時に、うん、自分は何でこうプラスを出さなきゃいけないのかって思った時に、うん、やっぱ走力だったり、うん、気持ちの面っていうのは日々積み重ねないと絶対勝てないと思ったから、うん、日々本当自分をこうどれだけ追い込めるかとか、うん、まあ、限界って多分人それぞれあるかもしれないけど、うん、その限界をね、少しずつこう限界に挑戦していくと、うん、なんか新たなこう景色って見えてくるのね、うん、毎日毎日、うん、それになんかこう日々トライしていった結果が、うん、ね、まあ、よく周りから言われる走力とかね、うん、運動量っていう持ち味っていうふうに言われるんだけど、うんうん、そういったところにつながっていくのかなと思うけど、ね、まあ言うたらマインドがそういうのを作っていったんだね、かな、そういう考え方じゃないけど、そのベースにあってそのトレーニングだったり、うん、そのまあマラソン大会とか、うん、目標が一つ一つあって、うん、そうだね、目標がそれ一個一個クリアしていったっていう、小さな積み重ねじゃないけど、うん、で負けても勝とうが、まあ、全てをこう学びにしてる、そうそう、あの結果が全てじゃないけど、うん、やっぱその過程ってすごい大事だなと思って、うん、なるほど、その過程ってやっぱりね、その時積み重ねてきたものが5年後、うん、10年後に生きてくるかもしれないけど、そのためにやってるっていうのはあったかな、うん、でここでちょっと一旦ね、この育成年代編っていうのは締めたいと思うんですけど、はい、ちょっと面白すぎた、面白すぎないでしょ、なんかね話聞いて面白かった、やっぱ濃いよね、考え方もそうだし、あのすごくヒントがあるなっていうね、少しでもね子供たちに、まあ、全員がね同じ考え方じゃないので、そうそうそう、なんかきっかけになってくれるのがね、そうそうそう、今のいいかなと思いますけど、だって言ったらね、やっぱ J で今何年やってたの、一応その高3の時から合わせると23年か、23年で、公式戦も700試合以上なんで、うん、で、今現在、松本山がエグゼクティブアドバイザーとして、活躍されてるんですが、SNS の方も概要欄に記載しておきますので、まあ、田中葉山さんの応援の方もぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今回田中葉山さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。